だったら。今日は2時間やって調子良かったで、3、8、9、スペアで2回勝たせて。で、3戦、また8戦で、7戦の連勝みたいな感じなんで、もうほっかなんで、ほっとないですね。なんかかわいそうだな。あれ、悪役レスラーだけどね、馬に勝たないと面白くない。マニは悪役に一回漫画も負けるじゃん。そして正義のあれが終了して、もう一度リベンジして、そして勝つ。ただ大事なんです、マニ。だからまあ今日はね、勝って、なんかフォークス、なデトバだったら楽しいなって。本当につまんないキラーはそさっと切って、とゲームに、まったりと思う。マジランクがね、全に下回るようになってるから。まったりとゲームができる。赤帯いじってる頃って、もう、キラーが多いじゃん。だからって。だから集まんねえから。まったりやるのが一番だね。楽しむ、エンジョイするためには。
やばいやばい。
なのよ。だから変なチェイスしたね、パズル。これすらも勝つ、これがイエローじゃん。メガビが折れるプレイヤー、ネット前の勝利の女神が折れるプレイヤー、恐ろしい勝ち運持ってる。パワープロでいう能力のあれをやると唯一無二の能力、ゴールの女神にある。デッドバイの勝利の女神が、惚れるプレイヤー。言ってる通りじゃん。恐ろしい。このプレイヤー、デッドバイの勝利の女神が、惚れるプレイヤーって、オムチェイズで言えるんですか？いや、波です。はい。だけど、そいついると勝つんです。なぜか。うん。だから、それの能力入ってる。この人なんか、配信内で連呼してるんですけど。いや、いろんないっす。うん、客観的に見てこの人いるとなんか勝つんです。うん、別に大げさなこと言ってないし、この人意外と客観的に自分評価してる人で、こんななんかもう聞いてるだけで恥ずかしくなるワードなんだけど、いや本当なんです。うん、って感じかな。俺が見てたら、この人嘘でしょって思われるけど、いや俺本当にこれ8くらい決めたよ。ワードラで聞くと恥ずかしくなるのがあった。勝てる人だって、プロちゃんよりもめちゃくちゃ勝っちゃうわけわかんない。波のチェイスをバン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 勝たせるの、逆境の20まで持ってるような自分プレイヤーも抜群だし、かといって最高のアタックが5代目4代目のはず。これはなんかさ、これがリオちゃん、いろんないよ。これが多分客観的に、どうはない。